そちらは違うぞ。進むぞ。こちらだ。先ほども話したが、現実世界では人々の欲望が奪われつつある。お前も感じたことはないか？誰かのせいで仕方ないと諦めたり、自らの思考に反して意志が消えゆくこと。欲望と聞けばマイナス面を想起しがちだが、つまりは生きる原動力でもある。それを放棄したり、あるいは誰かに奪われ続けたりすればどうなるか。お前も見ただろう。希望さえ抱けなくなった者が身を投げた姿を。もちろん今すぐに世界が終わるなどという話ではない。だがそれは徐々に確実に人々を蝕み、世界を終焉へと導いている。そして欲望が搾取されている原因は、し、やはり立ちふさがるか。シャドウだよ。わかりやすく言えば敵だ。わしらを殺しに来てる。奴らに善悪はない。欲望のまま人間を襲う。だがまだ本来の姿ではないな。現実の何者かの強い影響を受けている。駅の周辺で欲望が枯渇していたのもこいつらのせいか。こいつらシャドウは人間が欲望を奪われている原因の一つだ。とにかくお前は逃げろ。し、見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。今のお前は本来のお前ではないとしたら、あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。お前には取られているものがある。それは本来お前のためだけにあったもの。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。自己を偽り忘却し、己が意志を捨て続ける。今のお前は自身がどう見えている？どうする？ここで物語の結末を迎えるというのなら、それもまたお前の選択。今一度お前に問おう。取られた側のまま未来すら手放し、命をも捨てる。
その選択で良いのだな。そうだ、その選択を聞きたかったのだ。己の意志で無欲と決別して見せてくれ。選択したのであれば掴めるはずだ。恐れるな。誰に何を言われようと、見えているなら掴み取ればいい。まさか。よもや今日という日を迎えられようとはな。我が名はヤノシンク。その魅力で荒ぶる欲望を滑る者。今より我らはこのベルトさながらに固く結ばれることに。はあ？さあ契約だ。我は何時？目にもの見せてやれ。よーし、戦いだ。この姿、あふれ出る生命への強き渇望。聞くまでもないが、戦うということで良いのだな。くらえよ。さっきとはまるで別人だな。いいだろう。あの姿は迎撃態勢だ。殺すために本気を出してきてる。死にたくなければ武器だ。その手にある武器で敵を切り刻め。これで。ここまでか。抵抗は許さぬ。あの敵をどうしてやりたい？その欲望を力に変え。放ってやる。ヘルトラー、逃がさねえよ。これでどうだ。当然の結果だ。終わったな。順を追って手ほどきしてやるつもりだったが、まさか自分でペルソナを覚醒させるとは。そう、お前が先ほど見せたあの力のことだ。ペルソナとはもう一人の自分、自己の真の欲望と向き合うことで顕現する。搾取され続けるこの世界で、誰もが己を見出すことさえ困難だが、やはりわしの見立てに狂いはなかった。お前はこの世界の希望になれるかもしれん。もうお前は取られている側ではないということだよ。先を急ぐぞ。
ここはまだメメントスだ。いつシャドウに襲われてもおかしくない場所だ。いろいろと聞きたいことがあるだろうが、今は脱出が先だ。わしもここで死んだらお前の質問に答えてやることができなくなる。察しがよくて助かる。お前走れるな。今の戦闘で他の敵にも感づかれただろう。急いだ方がいい。急いでいるというのに。だがちょうどいい。効率のいい倒し方を教えておく。あんた何なの？戦いはこうやる。見て盗め。敵には弱点があるやつもいる。弱点をついて敵をダウン。なんか帰りたくなってきた。その隙をついてさらに動く。出番だね。受けてみろ。ご苦労。悪くない。でかいのが来ているな。わしが目星をつけていたやつかもしれん。お前な。いや、ペルソナ覚醒から立て続けの連戦だ。疲弊するのも当然か。渡しておく。いざという時は回復に使え。行くぞ。